This is the reason。 僕はもうあとはどういうふうにやられるかなんで、はい、あの若いやつにもつないでいくもんだと思ってるんで。もう少し壁になって若い選手を苦しめる、俺を倒してのし上がっていけと、若いやつらよっていう、そんな感じですね。長年やってきた、まあ、キャリアもあるんで厳しさを知ってもらって、で最後にやっぱりこうしっかり KO してもらって、でもっと強いチャンピオンになってほしいなっていうのが結構本音であるんで、それで。K-1 はあのどっつき合いの男を決める戦いっていう感じを持ってるんですよね、僕のイメージでは。自分のスタイルは瞬間で倒すんで、こう連打で倒すとかじゃなくて、一撃で相手の意識を断つような、意識を飛ばさす、そういう練習、そういう打ち方をしてるんで、自分の魅力っていうのはやっぱり一撃で倒す一発だと思うんで、爆発力だと思うんで、はまれば絶対面白い試合するんで。 K-1 ですか、表舞台って感じですかね、メジャーリーグですかね俺にとってはそこで一番有名になりたいですね、その舞台で。ハート根性ですね。試合いつも喧嘩っぽくなっちゃうんですけど、まあ根性を見せます。根性は誰にも負けないんで、韓国人にもモンゴル人にも負けないと思うんで、そこを見てほしいですね。家族がいると生活もあるんで、あの仕事もしてるから会う時間少ないから、勝って稼いで会う時間を増やしたいなっていうのはありましたね。プロとはリングの中に全てをつぎ込むです。全てです。命をかけろって言います。